ゆうなみさんは、あ、違うな、八つ橋さんはウーロン茶派で、ハラミンさんは緑茶派なんやね。これ麦茶です。ウーロン茶と麦茶って何が違うの？ちなみに関係、え、全然違うじゃないですか。嘘でしょ。え、そんな違う、ウーロン茶と麦茶の違いわかんないですか。大した反応ね。ウーロン茶は緑茶とか紅茶と一緒っすよ。マジ、え、麦茶飲まないですか。麦茶は麦っす。あんま飲まない。茶色い飲み物、コーヒーがあんま飲まない。ウーロン茶飲んだことありますよね。味わかりますか。ウーロン茶わかると思う。ちょっと急遽ちょっとひらがな。いや、いいよ、別に。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。結構ね、ビビったよ、俺は今。ウーロン茶と麦茶の違いがわからないってのちょっとやば。トロン、ちょっと、この麦茶。普段麦茶飲まない。お願いします。うん。いや、うん、もう普通に。ウーロン茶と全然違うじゃないですか。比べないと分かんないけど比べないと分かんないけどいや、似たようなもんじゃない。これはやばい。麦なんですよ。麦ですよ。え、ウーロン茶は何、葉っぱ。茶葉です。茶葉、ちょっとウーロン茶と麦茶の違いです。クソ、引っ張られ、引っ張ってしまうのか、この話。茶葉、これはやばい。緑茶とかだから、紅茶あるじゃないですか、はい、あれ全部同じ茶葉なんですよ。紅茶は全然違うよね。紅茶でも同じ葉っぱっすよ。緑茶と紅茶は全然違うよね。同じですよ。あ、同じ葉っぱかもしれないけど味は全然違う。味はね、味はね、味は全然違う。すごいいい記事が出てきました。なんだ、麦茶とウーロン茶の違いはって。お、茶葉、栄養、効果の3つ。確かに、まあ比較して違うのは分かるけど、どう違うのか具体的には知らないですね。うん、確かに大した変わらんしな。うん、いや、変わるよ。味は全然違いますよ、マジで。びっくりするぐらい違います。いや、やばいやばい。ちょっと今またその村井さんのその味覚音痴のあれが分かった気がします。だから麦茶は甘いじゃないですか。うん、でウーロン茶はなんか、ウーロン茶は酸っぱいじゃないですか。独特のなんか苦味というかえぐみがあるんだよ、ウーロン茶。そんなんだっけ。あれは発酵してるんですよ。あんまり覚えてねえなはい、じゃあ、うん、ウーロン茶の茶葉は、うん、緑茶や紅茶などと同じ、うん、同じですね。すごい、さすが先生、塾の先生。カメリアシネンシスというお茶の木の葉っぱからできてる。対し麦茶はお茶の木ではなく大麦を原料として用いると。うん、麦なんだね。だ製法にも違う。ウーロン茶はお茶の木の葉っぱを乾燥&発酵させて茶葉を作る。へえ。だからさっき言ったら発酵そうそうよく知ってるね、はい、で麦茶はこう麦をそコーヒーのように焙煎してるんですよ。おそうそう、だから麦茶ってコーヒーに若干似てるんですよ。1点ですね。なるほどね。だから香ばしいじゃないですか、ちょっと。うん、あ、言われた思った、言われた思った、言われた思った。だからもうちょっと濃くなったらコーヒーだね。そうそう、いやでも本当にそうだと思いますよ。麦茶は多分、うん、麦をガーって濃くしてもコーヒーにかなり近くはなると思う、うん、苦味とかも。そうですよね、うん、ああちょっと薄めのコーヒーって思ったらねまあそうですね。まあ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 、まあ、でそう、まあでもまあ作り方はそう違う。なるほど、言ってるのか。なんか豆腐ととろろぐらいの差があるんよね。どれとどれですか。ウーロン茶と緑茶と麦茶。ああ、まあまあ、ああ、ああ、でも近いですよ。原料は違うけど完成形は似てるみたいな。そう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 。見た目ね、見た目はね。ああ、確かに確かに。そうですね。シェイクと豆腐ぐらい違うのかな。ああ、まあ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 。麦茶はあ、入ってるのが全然違うんだ。麦茶はピークマル酸、ピラジン、ギャバ。何言ってるか全然わかんない。この3つの栄養素が入ってるんです。栄養素の話か。ピラジン、ピラジン。ウーロン茶はポリフェノールとカフェイン。全然違う。それって栄養なんだ。栄養分らしいよ。ポリフェノールとカフェインって栄養なんだ。栄養成分として一応含まれてる。ポリフェノールってなんだ。あ、ね、ポリフェノールね、よく聞くけどポリフェノールってなんだ。よく言いますよね。麦茶はビタミンやミネラルがなんでいきなりアクセントがかなった。イントネーションか、イントネーションか。麦茶はビタミンやミネラル、ミネラルが豊富に含まれてる、ね、これがこれが、そうそうそう、あのよくあのミネラル入りって麦茶のパッケージってよく書いてあると思うんですよ。ミネラル入り麦茶ですね。ミネラル入りってそのあの鶴瓶さんとかがよく出てる麦茶。え、あのライオンに噛まれた人でしょ。え、ライオンに噛まれたおばちゃんがやってましたね、昔ね。ミネラル麦茶。なんでライオンに噛まれて生きてんの。いや、わかんないですよ。なんかライオンに噛まれたおばちゃんが大体死ぬんじゃねえすよ。そうなんですよ。でもウーロン茶は茶葉を発酵させる段階でこれらの栄養素の多くが失われてるの。失われちゃうんだね。なるほど、ビタミン C。 え、じゃあどういうこと。そうそうそう、
同じ色だから飲むんなら麦茶がいいってこと？まあただ、まあ、有効成分ではなく子供の頃に習ったきちんとした栄養素がどちらに多く含まれているかっていうのを考えると、うん、麦茶の方に軍配が上がる。麦茶なんだね、はい、じゃあハラミさんが緑茶飲んでてリオナレさんが今麦茶飲んでるけどこれはもう栄養素だけで言えば麦茶ウィンってこと？軍配が上がりますよ。でおうさっき挙げたピークマルサン、ピラジン、ギャバこれらの3つは、うん、これちょっとこの記事あの概要欄に入れておきますね、はい、それぞれ、うん、抗酸化作用、血行促進、リラックス効果がめっちゃいい効果じゃん、その3つ。抗酸化作用っていうのは細胞を老化させる活性酵素を除去する働き、アンチエイジングを目指す私たちにとって非常に大切なもの。私たち、うん、いつの間にか我々が主語にアンチエイジング。でも細胞が老化しなくなるってことでしょ、つまり、うん、でピラジンは血行促進効果があるから冷え性とかに悩む人に嬉しい。紅茶がじゃあウーロン茶が、いや麦茶が、麦茶今麦茶だ、今麦茶。でもウーロン茶に含まれるウーロン茶15ポリフェノールは脂肪の吸収を抑えたり分解を促進する効果。これだからより俗に言う黒ウーロン茶のあれですよね。じゃあリオナレさんは麦茶じゃなくてウーロン茶の方がいいね。まあ脂肪の吸収を抑えるという意味ではリラックス効果がある。僕はリラックスしたいんで。ああなんで麦茶飲んでんの？麦茶好きなんですよ。会社にウーロン茶なくないですか？ウーロン茶ない。ないよね。多分麦茶。ウーロン茶だったらウーロン茶買ってるな。うん。あ、そう。はい、ってことは2人ともウーロン茶があればウーロン茶を買うのに、ウーロン茶がないがゆえに2人とも別々のものを買って飲んでるってこと？まあ、一番あったら買うのはストレートティーですけど。ああ、俺紅茶飲む。紅茶。あ、じゃあ2人とも一番飲みたいのは紅茶なんだけど。いや、紅茶飲みたくないです。うん？一番飲みたいのはブラックコーヒーです。僕が一番飲みたいのはコーラです。どっちも黒いですね。完成形に似てるわ。どっちも黒いですね。黒いもらわなくていいんですよ。なるほど。じゃあなんでお茶飲んで、なんで緑茶飲んで、なんで麦茶飲んで。僕はね、麦茶とウーロン茶は同一ぐらいです。っていうのは昔から僕の家では麦茶が出てて、もう絶対に麦茶があるんですよ。うんうん、麦茶パックを買って、はいはいはい、あるんですよ。冷蔵庫から。でもそれを日常的に飲んでいた時とかため、麦茶が好きなんです。慣れた味なんですよ。麦茶と一緒にこう汁ご飯とお味噌汁みたいなの組み合わせて最高に好きなんですよ。だからそのたまにそのご飯食べに行ってデフォで麦茶置いてある店あるじゃないですか。麦茶とか紅茶とかそういうのテンション上がりますよ。そんな些細なことで幸せを感じられるっていいね。バカにしてるぞ。バカにしてる。バカにしてる。バカにしてる。何の感情も生まれないから。バカにしてない。なんで。いや、麦茶があっても何の感情も生まれないから。さすが寿司ローとか行ったことねえだけあるよね。単発ローで行ったことで。ブルジョワはちげえ。見てんだ寿司ロー。単発寿司ロー。そのなんかたとあ出来たてのラーメン屋、はい、回転したてのラーメン屋さんで、はいはいはい、こう水のポットみたいなのあるじゃないですか。ありますね。でこう茶色のね、うん、ポットでこう、うん、ジャーってついたら、うん、あポット開けて中もお茶なんだみたいな、うん、その感動あるある。どっちでもいい。いやあるありますよね。あるよあるよ。でまたその茶色いポットの回転したてのラーメン屋さん行ってジャーってついたら水で、あここ水なんかいみたいな。あるあるありますよね。そういうあるある知らないでしょ。非常にあるよ。非常にありますよね。どっちでもいい。いやいやお茶だったら、あテンション上がるよ。ちゃんとしてんのかなって思いますよ。あそうちゃんとして。あとあのおもてなしが、あと水の中にレモンの輪切り入ってる。私はそれはおつやんって思う。レモンの輪切りは、いや麦茶こそでしょ、うん、だって麦茶なんて、だってウーロン茶とかで普通にドリンクの中に含まれてるケースもあるじゃないですか、飲食店で、ね、180円とかそういうの。でもその麦茶無料なんですよ。そうっすよ。じゃあ次は出てくるんですよ。だからってそんなガブ飲みしないでしょ別に。いやするするする。美味しいじゃん。何村井氏ちょっとびっくりしちゃったね。ブルジョワ人、ね、ブルジョワ人だな。いやブルジョワとか関係なくないこの話。関係なくない。いやちょっとセリフに出ちゃいました。そこでねやっぱね、あーお茶なんだってこう見てた人みんな思っちゃいました。思わないでしょ。思うよ。思わないでしょ。みんな思ったよ。思ったよ。お茶あるあるありますよねこれね。そう、はい、ラーメン屋さんのお茶あるあるめっちゃありますよ。そう、いや、なんも思うな。ブルジョワ人さすが村井氏。さすがだな。さすがだな、やっぱり
はい、まあそんな感じでですね、まあ、麦茶とウーロン茶ってのはまあそういう違いだったらしいです。結構違いますね。全然違いますね、うん、じゃあもうブラインドでこうやって出てきてどっちが麦茶かどっちがウーロン茶かって 100% 当てれる自信ある。それは当てれるっしょ。あ、そうか。ウーロン茶か麦茶でしょ。ウーロン茶か麦茶、それは当てれますよ。目つぶってたよ。はい、500%ブライさんだけ。鼻閉じて、目つぶった鼻閉じてたよ。いや、多分いけると思います。それやったほんとかーい。まあ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 、いけると思う。結構むずいと思うんですよ。でも酸っぱいからな。500% 当てられると思うんです。言ったですね。500%。言ったですね。言ったです。言ったです。いや、本当に本当に言ったです。これいつかひらがなでやりましょう。やりましょう。私が買ってきますよ。麦茶とウーロン茶。やりましょう。いや、なんなら今コンビニで買ってきてやってもいいっすよ。そう。唐突に火蓋が。きっとそれ、いや、あの、そんな戦いやってやるじゃねえ。買ってこよう。いや、買ってくるやん。頼むよ、僕も。そこにあるから、ちょっと待っとけ。でんつつつつ、でんて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 ん。急に始まりましたね。とりあえずこれ透明なコップね、はい、透明なコップで、リオネさんはこれをさっきまで飲んでたからこれはダメ。ちょっと全く新しいフレッシュな味のやつ持ってくるからね。じゃあ待っとけ。ウーロン買ってくるんすか。買ってくる買ってくるもう買ってくるよ。ストレートティーもお願いします。お願いします。ストレートの紅茶。それお飲みたい飲みたい。違う違う、それも似てるから。ウーロンと似てるから。じゃあごめん、あのコップ取り出していただきます。いやー絶対当てられるよ。ウーロンと麦茶はいけるっしょ。いけるでしょ。いや見てる人も思ってると思う。さすがにウーロン茶と麦茶は鼻つまんで目隠しても当てられるだろうと。まあ鼻つまんでやったことないから分かんないけど、うん、目はいけるよね。いけると思う。さすがにいけると思うよ。目隠しはいけるよ。いやこれはちょっと負けられない戦いですね。そうっすね。これはゼガニでも割っておきたい。いや絶対当てられると思うけどな。どうしよう、これでなんか外しちゃったら。いや怖いな。ちょっとやだな。村井さんにちょっとなんかずっと言われそうだな。どやろうまい。かねんだよ。もう戦争ですよね、これは。戦争ですね。リオナリ VS マックス、これ喧嘩っす、喧嘩5番勝負。喧嘩だ、喧嘩。この動画のタイトル、喧嘩になる。喧嘩になる。喧嘩、マックス村井とリオナリ。いいっすね、ひらがなアップバックいいっすね。聞きがありますね、最近ひらがなアップバックは。そうだよね。いいよ、いいよ。そう、最近ね、毎日ちゃんとあげるっていうのね。喧嘩マックスの略名するようになりて。おー、いいじゃん。喧嘩も始まるし、その演者のね、名前もそろそろ決まってるしね。そうだ、いいよ、ね、私の握手会、ね、長い、ね、そうやっぱ長い動画をね、こう上げていく、上げていきましょう。いや、楽しいじゃん。自ら買いに行きましたからね。買いに行ったよ。最初ちょっと乗り気じゃなかったけど、やっぱ煽ったらすぐ火がつくからね。2人ともこうマーティー派だからさ。いや、まあ、この人は毒が好きだけど、うん、まあ、村井さんは毒が好きだけど、マーティー煽られるとすぐ乗っちゃうんですか。マーティーはそのチキンって言われるともうどんな相手でも喧嘩しちゃうんですよ。なんてやべえやつじゃない。チキンじゃないからふざけんなっつって飛び消せっつって、うん、そうそう、チキン自分より強いビフとかに立ち向かっていっちゃう。でもそれが好きなんだよな。ビフ、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 いやはぁ、あ、なるほど。で、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 いいですね、ひらがなっぽいな。ひらがなっぽいね。やっぱりこのちっこい喧嘩ね。うん、めちゃくちゃちっこいよね。ちっこいな、喧嘩ちっこい。これ、まあ、あるあるというか有名なあれですけど、うん、村井さんってレタスとキャベツと白菜わかるんですかね。いや、それね、目つぶって、いや、わかんないと思うよ。豚肉と牛肉わかるんですかね。いや、わかんないと思う。小島さんわかんないじゃないですか、アンジャッシュは。村井さん、マジで、だってウーロン茶と麦茶の違いわかんないっすけどね。てか、そもそも知らなかったっすよね。うん、知らなかったらわかるって売ってんだよな。すごいよな。ブルジョワなの。ブルジョワなの、関係ないんですよ。ブルジョワなんだな。口に入ったら何だっていいんですよ。ブルジョワっすよ。びっくりしちゃったもん。もう完全にバカにされたもん。完全にバカにされた。いや、ラーメン屋入ってお茶だったら嬉しいっすよね。いや、嬉しいでしょ。ポットの中で。いや、そんな嬉しいでしょ。めちゃめちゃ嬉しいっすよね。あと、辛、ちょっと辛い味のもやしが食べ放題だったら。ああ、もう超嬉しい。超嬉しいっすよね。超嬉しい、そんな。それをまず持ってきて、まずそれで一杯飲むみたいな。めちゃくちゃ嬉しいよ、そんなの。ね。高菜は、高菜あるじゃないですか、でも。
もやしあんまない。もやしあんまないでしょ、うん、もやしがこう食べ放題だと嬉しいですよ。そう、僕の好きなラーメン屋にサムライっていう、うん、あのラーメン屋があって、うん、そこはもうあのもやし、うん、マカロニサラダ、ニンニクの醤油漬け、紅生姜、高菜が食べ放題。もうそれで飲めちゃうじゃないですか。そうそう、注文しなくていいじゃん。もうだからそれも永遠に食います。永遠に食います。ラーメン一杯と、ね、それと米とビールと行っちゃって。えいやー、サムライ大学生の時めちゃくちゃ食いましたね。サムライどこにあるんですか。チェーン八王子。そう、そう、チェーン、チェーン。こっちにないですか。ね、こっちにあるかな、うん、でもね、サムライ、八王子のサムライもないのかな。どこだっけな、俺もなんかもやし食べ放題の店あったんだよな。でもチェーンだからいろいろあるはずだよ。渋谷にあるね。渋谷にあるサムライっていう方かな。あ、違うな。あのラーメン屋のもやしのあのちょっと辛いやつのあれめっちゃうまいっすよ。ナムルか、あれ一応。あ、サムライあれめちゃめちゃうまいんだよな。どこだっけな。違うな、食べ放題。渋谷じゃねえ、これ家系のサムライ。埼玉のどこだ。麺屋サムライ。麺屋サムライ閉店してる。八王子ショック。ショックだ。あれどこだ、忘れてた。え、あ、なくなっちゃったのかな。もうそもそも、うん、麺屋サムライ。え、立川も閉店してるし。立川、八王子も閉店してるし。八王子、うわわ、なくなったっぽい。マジか、ショックだな。ショック。まあなんか青春の1ページみたいな。いや、わかるわかる。高校だったんで。なくなっちゃいますね。俺も高校の時行ってたのに、ね、なくなっちゃったもんな。マジか、ちょっとショックできるな。ここの時行ってたラーメン屋あるんですか。メンバリラーメンっていう。メンバリメンバリっていう北海道のラーメンなんですけど、それが大宮にあって、埼玉の。そこの辛味噌ラーメンが今までの人生で食ったのが一番うまいんですよ。絶対うまいじゃないですか。絶対うまいですよ、メンバリラーメンって。あの卵麺の縮れ麺で。うわ、卵縮れか。味噌、何、だから辛味噌。北海道の。最高じゃん、絶対。で、あの北海道の辛味噌ラーメンって、チャーシューがいわゆるこう一枚肉じゃなくてゴロッとしたのが入ってるでしょ、うん、で、あのもやし炒めたのが上にガッて四角いやつね。そう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 。で、ニンニクの、あ、食いてあれが今まで、まあ、北海道札幌でも食べましたけど、うん、あの最高だった。最高だった。それもめちゃめちゃうまかったんですけど、でもその大宮の結構今までこう、ラーメン食いたくなっちゃった。大変長らくお待たせいたしました。いえいえ、待っておりません。待ってませんよ。まずはラーメン特集だ、はい、健康ミネラル麦茶、鶴瓶さん、サントリーウーロン茶。ああ、定番だね。定番、はい、美味しいですね。そしてストレートティーをどれにしようか迷っちゃったんで時間かかったんですけど、はいはい、伊藤園の日本の紅茶。なるほど。最後が、唐揚げくんです。ありがとうございます。何しろこれ砂糖入ってますよ。え、これ甘いやつですよ。え、砂糖入ってます。あ、本当だ。無糖じゃないですね。まあまあまあ、じゃあ無糖。無糖、本当だ。じゃあ無糖のやつあったからそっち買ってくれ。いや、まあじゃあ本来だったら戦いに戻しましょう。でもこれはもうフェイク、はい、フェイクフェイクそうフェイクフェイク、冗談冗談。で、唐揚げくんは、唐揚げくんは私が食べたくて買ってきました。なるほど、お腹空いてるんですもんね。はい、で、勝負挑むのはリオナイさん、トムライさん。え、私も、はい、一応水買ってきていいですか。一応、まあ、いらないか。いらないでしょ、 500% の男。いらないでしょ、水。いらないです、いらないです。大丈夫でしょ。なんだったら間に唐揚げが挟んでいいですよ。あ、ありがとうございます。5個入りだっけ。一回飲んで味を唐揚げくんでリセットしていいですよ。え、村井さんもやりますよね。やります、一応。はい、じゃあお二方とも目つぶってください。はい、じゃあ最初に唐揚げくんちょっと食べていいですか。いいですよ。じゃあ目隠し持ってこようか。おお、本格的。唐揚げくんいただきます。リオネルさん、唐揚げくん、リアルな話いる？行っちゃった。ちょっとじゃあ本格的にやろう。あげるみたいな話振っちゃったからさ、はい、これでリオネルが戻ってきて唐揚げくん私が全部食べきってたら怒るよね。怒りますか。お味さんも上がってくる前まででハッシュポテト食ってきたんですけど
よし。あ、どうじゃねえか。よっしゃ、やろうぞ。私だけ？え、二人同時にやる、片方ずつやった方がいい。じゃ、片方ずつ。あ、一人ずつね。じゃあまず、俺やりましょうか。はい、やりましょう。唐揚げくん食べる？あ、食べたい。じゃあ3つ、5つ中、5つ中2つあげる。うまっ。ごめん、こっちだ。りょうねるさんから、はい、完全に見えません。じゃあ村井さんが仕込んでください。鼻もつまみますか？もちろんつまんでください。私はつまみませんが、あなたはつまんでください。まあ、500%とおっしゃったわけですからね。そうです、ミスター 500% ですから。絶対いけると思うけど。でもね、音で分かる。いや、音では分かんないですけど、うん、こう目隠しして、うん、鼻つまんでウーロン茶と麦茶を飲む機会が人生で初めてなので。そうなんです、ドキドキしますね。今どっちだ？今どっちだ？今の音を聞いてどっちだ？分かんないですけど、まあでも僕普段からずっと鼻炎なんで、うん、鼻が慢性的に詰まってるのでいけると思うけどな。はいはい、次の人が待ってくださいね。その日本の紅茶はさすがにわかりますか？いや、これ甘い、甘いですよ、これ。いや、合いますよ、可能性。紅茶苦手なんだよ。ありますよ、可能性。緑茶言いますよ、緑茶一応。緑茶色がわかるじゃないですか。でも目隠ししてますよ。あ、そっか。緑茶、緑茶行きましょう。4択、むずいな。いや、3択、3択。あの、無糖、はい、無糖じゃない。甘いのは置いときました。はい。そっか。目隠ししてるから隠さなくていいのか。甘いの置いときましたって。え、緑茶、麦茶、ウーロン茶ってこと？そうです。はい。じゃあ、どれからいきましょう、花見さん。うおうわ、緊張してきた。じゃあ、一つ目、はい、どうぞ。一つ目がこちらでございます。はい、はい、もうお分かりですね。ああ、まだ言わないでいいですよ。はい、わかりました。え、わかんの？マジで。あ、まあ、次。はい、じゃあ2つ目いきますよ。はい、2つ目こちらでございます。はい、え、すげえ早いんだけど。じゃあ最後です、どうぞ。飲まなくてもわかります。今からの最後のこれが麦茶っす。じゃあ1個目と2個目は、緑茶ウーロン茶です。わかるわかる。うん、やっぱわかります。あのね、うん、鼻つまんで思ったけど、うん、さっき、うん、あのその茶葉の作り方の製法の話したじゃないですか、うん、あ、やっぱ緑茶とウーロン茶って似てるんだと思いました。あ、味似てます。俺正直最初緑茶飲んだ時おやってなって、うん、酸っぱみかな。だからうん、なんだろうな、こう草っぽい感じがあるじゃないですか、はいはいはい、緑茶って。ちょっとそれで違いが分かったって感じですね。まあ、ウーロン茶飲んで、あ、もうこれはそうだなって。ほー、余裕ですね。何回やっても絶対に外しますよ。ブレンドしたら、ブレンドしたら秘密の話ですか？何を言ってるの？ブレンドすら分かんなくなるね。ブレンドすら分かんなくなる。いや、ブレンド当てられるんじゃないかな。何が入ってるか、うん、この 3つのうち2個を混ぜるみたいな。いや、いや、それ当てられると思いますね。そこまでだったらまだ本当に、うん、神の舌持ってるみたいな場所持ってる。やってみましょうか。ちゃんとあの半ぐらいでいつもらえる。半ぐらいね。半ぐらいでしっかり混ぜてもらえる。あ、ちょっと待ってください。はい、その前に村井さんやりましょうか。あ、そうっすね。村井氏、村井氏やりましょうよ。ぐぬぬぬぬぬぬぬ、やりましょう、その前に。まあ、これ面白みもない、何の面白み、何の面白みもない結果で終わると思います。それはどういう結果ですか？いや、もう、あ、これ、三つ目飲まなくて大丈夫です。うんうんうん。じゃあ、どれからいきますか？もう、リオネさんのさじ加減で再配慮してくださいよ。
じゃあこれでいただきます、はい、鼻つまむんだね、はい、はい、続きまして、おー、私も分かりましたよ。三つ目飲まなくていいですか。三つ目飲まなくて、あ、ごめんなさい、三つ目飲まなくていい、三つ目飲まなくていい、一応飲んだ方がいいんですか。一応飲みますか。鼻つまんでくださいね。もう一回1個目もらっていいですか。いや、もうダメです、もうダメです、もうダメですよ。迷いが生じたぞ。いや、でも 99% 大丈夫です。あ、 99% 99% 大丈夫です。じゃあ1個目から順番にお願いします。はい、1個目、2個目、3個目でいきますよ、はい、緑茶、麦茶、ウーロン茶。目隠し取ってください。残念。いっぱい99% 大丈夫って。何が間違えた。緑茶とウーロン茶が逆です。だからもう一回飲みたいって言ったのに。いや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 、もう一回飲ませてって言ったじゃん。いや、分かりますよ。いや、似てますよね。だから似てる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 。もう最初飲んだ瞬間に、あ、これ緑茶って思ったわ。そうですよね。あれ最初飲んだの緑茶だっけ。いや、最初最初飲んだ瞬間にこれ緑茶だって思った。そうそうそう、あのね、鼻つまむと本当に似てるんですよ。これびっくりした。普段飲んだ時は全然違えじゃんと思うけど。これじゃあウーロンと紅茶やったら分かんないでしょうね。いや、俺できるって言ってないのに。俺確かに原井さんに至ったらできるんですよ。俺別に 500% って思ってた。麦茶除外、麦茶除外、麦茶除外。緑茶とウーロン茶、緑茶とウーロン茶しよう。あ、緑茶と、あ、じゃあ目隠し。だいぶ見えてないから大丈夫。原津守ろう。原津守ね。じゃあ、どっちにしようかな。これですね。はい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 。はい。はい。ごく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 。え、わかんない、味しねえ。え、味しねえよ。じゃあ次、水入れた。え、味しねえ。え、水入れた。はい、じゃあ目開けて、はい、開けていただいて。普通に飲みました、これを。水入れてない、出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 ない。味がしなかったんだけど。麦茶伸ばしてないですよね、今ね。伸ばしてないです、麦茶伸ばしてない。そういう意地悪しないですよ。してない、してない、ほんとにしてない。素直、素直、素直、ストレートティーのように素直。どっちか、どっちか、どっちか、どっちか。最初飲んだ子から、最初飲んだのが緑茶で、あとウーロン茶。残念。あ、残念か。よく駆けつけチェックのやつじゃないですか。いや、わかんないな。一緒俺はだってそもそも味がしなかったもん。ああ、そうなんだ。味がしないの。俺水飲んだのかと思った。マジで。はい、味がしなかったよ。そんなにむずいね、意外と。匂いでやっぱ味感じてんだろうな。うん、そうかも。ほら、水だよこれ。よし、じゃあよし、ブレンドに挑む。おお、ちなみに私今見ながらこれとこれ飲んだけど、大した味変わんなくないですか。変わんない。いやいやいや、変わんない。ちょっと、ちょっと、大した味変わんない。大した味変わんなかった。目隠し、目隠し。ちょっとブレンド、2種ブレンド入れます。あ、麦茶だけ違うわ。麦茶は圧倒的に違うね。2種ブレンドだから、はい、あれ、この組み合わせ、この組み合わせ、この組み合わせの3つか。そうそう、果たしてそれはどうかな。何通りありますか。3通りでしょ。私はそれもできませんよ。ん、その計算できません。私もできません。あなた理系でしょ。あ、じゃあ6個、これと振動、これとこれ、かぶってるやつがあるから。だってこの組み合わせ、この組み合わせ、この組み合わせ、3通り。3通りですね。で、そうです、要するにサントリー。あ、サントリーは、すごい絶好調。ありがとうございます。よし、来いよ。
いやこれ鼻つまんではきついな。きついな。さあこれから始まるこの世紀の対決、リオネルさん、人生の何をかけますか。人生のかけるんですか。人生かける、人生の何をかけますか。ちょっと怖すぎるよ。外したら1年間ラーメンダメだ。ふざけんなよ。何をかけますか、リオネルさん。いやハードルさっきやったからいいじゃん。肉な。いやいや何を。アイス、アイス。ない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 。エビ、早くやって、早くやって、やだ。何をやって。いや、これはもうやったことないからな、ブレンドは。ただその、外でご飯とか食べるときに、これに、これ何が入ってるんだろうって考えるの好きなんですよ。ちゃんと混ぜてください。ちゃんと混ぜる。混ぜ。変なことしないでください。変なことしないです。なんで笑ったんですか。どうぞ。こちらでございます。これまず1個目、はい、鼻つまんでですか。1個目っていうか、あのそれだけ当ててください。鼻つまんで、鼻つまんで、まあ、つまみましょうか、はい、で目開けると減ってるのが分かっちゃうんでね、そのまま解凍してください。目開けないでください。さあ唐揚げ禁止。分かった。いや待った、ついな。この回答に、はい、緑茶は多分ね、はい、緑茶とウーロン茶。この回答で1年間スポーツジムのお金を払い続けているにもかかわらず通えなくなる可能性。うわー、ちょっと鼻絶妙に嫌だなそれ。絶妙に嫌。どこに捨ててるってことですか。そういうことです。いや、緑茶と麦茶です。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解。よっしゃー。よっしゃー。やったー。マジですげえんだけど。あぶねー。マジですげえんだけど。あぶねー。わかんねえ。麦茶。麦茶。麦茶なんじゃ。いや、これね。マジでわかんねえんだけど。麦茶の味しかしねえ。なんかその、ウーロン茶の酸っぱみがあって、緑茶なんだね、多分。緑茶の酸っぱみあったの。草っぽい感じがどこかにして、緑茶は入ってるな。で、あとこの麦茶成分が、ちょっとなんか薄めだなって、難かったっす、ここは。危ない。でも自信持ってるでしょ。あ、もう最後は真っ向だなって。緑茶とソムリエとかなれるんじゃないですか。でもなんかその味覚はね、多分いい気がします。やっぱ人は何かしらがやっぱ秀でてるんですね。グラフがあったらね、リオネルさん味覚のところだけこうやって秀でてますね。いや、むずい、これ。いや、でも、すごい。鼻つままなかったらいけますね。いや、いけない。無理。ない。うん。今、何も分からなかった。これ、ごめん、何も分からなかった。麦茶のちょっと香ばしい味しかしなかった。いや、嬉しいよ。私も何飲んでるんだろうって思った。え？何飲んでるんだろう。飲んでるんだろう。うそ。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったです、僕は。もう完全勝利ということでいいですね。いや、はい、完全勝利ですよ。よかったですね。いや、びっくりするぐらい完全勝利よね。ジム行けてよかったですね。そう、ジム行けるよ。ジム行けてよかった。あ、甘い。確かに、ソムリエ、そうか。これは甘い。ちょっと飲んでみます。ベラボにただ甘い紅茶でした。いや、ワイン飲めないからソムリエは無理だな。そうだね。悲しい。一杯目のテイスティングで顔がなくなっちゃう。まあ入れましたよ。でも本当のソムリエって3種類ぐらいで待ってるんでしょ。え、ないとないが入ってるみたいな。ワイン混ぜないけど、でも混ぜないけども、混ぜてチャレンジとかで当てたりするの。うん、どうなんでしょうね。え、もう1本
一杯だけ飲んでもうどころ何とか当てるんでしょうか。ソムリエはそうよね。ね。記憶を頼りに何年ものみたいな。本当にすごい人はできるんじゃないですか。分かんないけど優勝する人はそうじゃないですか、うん、もうそれをするのがソムリエですよね、うん、あとシェフとかも有名なシェフとかもこれはそのお店とかその取材じゃないけど偵察みたいに行って食べてこれは何が入ってるなみたいな、こういうの入れてるねみたいな隠し味になりないみたいな。いやでもまさかこんな何気ない日に隠れた才能が一つ見つかるなんてちょっとびっくり。人って何がきっかけでねそこ開花するか分かんないもんね。だからこれで、ね、あの僕は味覚音痴じゃないということが証明されたと思います。この動画で聞き系 YouTuber になればいいんですか。聞き系 YouTuber 毎日ねえ今日はキキコーヒーやっていきたいと思います。今日はキキチョコレートやりたいと思います。1日1本ずつ動画が来て今日キキポテトチップス、ね、キキは得意かもしれない。それ外したらもう一緒動画上げて禁止です。本当に上げる、マジで怖すぎる。外したらそのジャンル禁止。マジで怖いバツが、ポテチ一生禁止。バツが怖い。グミ一生禁止とかそれすげえかかもういいじゃないですかプレッシャーが。まあね、やったグミまだ食えますみたいな。確かにそれ生放送だし、チャレンジとしても面白い。生放送限定。生放送限定じゃ収録だとあれあるから19時からあ、収録だ収録だと編集できちゃう。確かに。いや、いい全然。いやでもマジですげえな。結構超ビビるんだけど全然わかんなかったんだけど。へえ。僕が行った時すごい顔しました。見たかった。あとで動画でいやびっくりしたな。むずいっすね。ただお茶むずい。ウーロン茶と緑茶が意外と近いということが僕の中ではかなり衝撃でした。色以外に何が違うのかって話だよね。うん、本当にだから作り方製法でやっぱり煮るんだと。村井さんではコーヒーとウーロン、コーヒーと麦茶でやってるから、濃いめの麦茶と。それはわかるでしょうよ。いやでもその濃いめの麦茶をなんかコーヒーだめタンポポ茶とかあれってなんかタンポポコーヒーとかって言ったりするじゃないですか。なんかコーヒーとその麦茶のその境目が限りなく曖昧なのがあるから、うん、近いっすよ。まあただ私はディフェンスしてるだけなんですけど確かに守り合いてるいやもうこれコーヒーって言ったらコーヒーですかもうまあまあ、言ったもん勝ちの世界。いやでもマジででも鼻つまんで飲んだら大体何でも水っすよマジで。いやそんなこといやしなかったもんだってするよ。しなかった鼻つまんで飲んだら水飲んでんだろうなと。それぞれで一周回ってびっくりです。じゃあ鼻つまんだ状態で豚骨スープとか飲んでみます。お味するよねさすがに。さすがにしますよ。でもだってこれ味しないって。さっきだからさっきこれ鼻つまんで飲んだじゃないですか、うん、で味しねえって言ったじゃないですか。でパッと目開けて実はこれ水入れてましたって言われてもう納得すると思います。おーやっぱりって味しなかったこれ。ラーメン食いに行ってさ醤油と塩と味噌とか頼んでさ鼻つまんで花見さんが食べた時にどのラーメンが何今は醤油か塩かで分かんないとかありえるんじゃない。村井さんも分かるんですか。私は分かるよ。絶対分かんない。絶対分かんない。わかんない。ラーメンだよ。ラーメンだよ。絶対分かんない。超うるさいよ。自分の中でベストラーメンとかメモっちゃったりするような男だ。それじゃあ外したらもうラーメン禁止ですか。うん。そう。ぐらいかけれます。そうそう。でもラーメンだよ。外すわけねえじゃん。だからじゃあ外したらもうそのラーメン一生禁止。一生食えない。醤油外したら醤油一生禁止。醤油ラーメン一生禁止。いやだったらオイスターバー送ります。そっちにする。守った。ディフェンシブだな。ちょっと外すか。俺のラーメンを守れ。俺のラーメンを。ディフェンシブだな。でもそんな外す人いないでしょ。いやいやいや。いますよ。醤油と塩と味噌だよ。今外さないと思ったでしょ。今外さないと思いましたね。99%これは当たった。いやだってこれとこれ一緒じゃん。いやいや、それは飲む前までも思ってなかったでしょ、違うって。思ってない。ほらこれね。でも醤油だよ。いや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 、ラーメンだよ。人間ってもう本当に嗅覚がかなり味覚に反映してるんですよ、鼻が。ほらだからさ、もうつまんだら多分俺塩と醤油でミスると思う。分かんないですよね、絶対分かんない。いやはい、というわけで、はい以上。
まあいつかね、そういう企画ができる時があったら名所さんでやりましょう。名所でやる、名所にお願いする。大将の大将つって LINE で、はい、大将にそんなことお願いして忙しいのに。いや大将喜ぶよ、協力してくださいって。いいじゃないですか、それは平仮名でやりましょう。やりましょう、それ。それ名所行こうよ、本当に名所。それいい。村井さんは対決ですよ。え、村井さんだけは対決です。あなたも対決でしょ。俺は分かんないですよ。俺だから見てる。分かんないことはないじゃん。俺は鼻から分かんないって言ってるじゃん。村井さん 100% 分かる。そう、分かるって言ったんだからダメですよ。でもそれは私間違えたら名誉賞の大将に超絶失礼じゃない。いやだからそれも含めてそうですね、やりましょう。でも名誉賞行きたい。はい、はい、行きましょう。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、まあ、まさかね対決になるとは思いませんでしたが、すごいいい動画だったし、ね、はい、そうですね、楽しかったですね。唐突にこんなに関係ないところに行きましたね。皆さんもね、あの友達とか家族とかで、ぜひともこの3つ、緑茶、ウーロン茶、麦茶で、利きお茶やってみてください。意外とむずいっす。ミックスは難しい。うん、混ぜてでも1回やってみて、チャレンジしてみてもいいかもしれないですね。鼻つまんで。はい。はい。ぜひね、この動画よかったら高評価、そしてチャンネル登録、通知もオンお願いします。何卒よろしく。はい。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。